金山総合駅の構内と広場には愛知県内の24の商店街が出店し、地元の名物グルメなどを販売しています。春日井市の勝川駅前通り商店街のブースでは、市の名産品サボテンを使ったタルトなどが並んでいます。また半田市商店街では、半田商業高校の学生と共同で商品を開発していて、地元出身の作家新見南吉のゴンギツネをモチーフにした焼き菓子や赤味噌を使ったどら焼きなどを販売しています。このほか、色とりどりの花を販売する名古屋栄の商店街のブースもあります。このイベントは明日も開かれます。